今回は唐揚げ専門店唐山にやってきました。で今回のね狙いはこれですね。とりあえずは期間限定の生姜焼きかける唐揚げをね、このルーカさんはこれを食べようと思って来ましたね。ワカタピン盛りもあるんですよね。そうですね、生姜唐揚げ期間限定ですね。でメニューはこうタルタル唐揚げだったり、タルタルはね、ルーカ大好き、期間限定と普通の唐揚げの合盛りの定食だったり、普通の唐揚げの定食だったり、王道唐揚げ、王道です。でこの辛いのがかかってる赤から定食ね、これがやばかった。これね1回だけ2人食べたんだよね。あるんですけど震える、辛さで震える、もう辛すぎて震えるっていうのがね、ここからルルシュはね定番してきました。辛いと震える、うん、やばい。得意な人は言ってほしい ね。他にもあの黒酢あんかけとかカレーもあって、でこの 20個山盛りのデカ盛り定食、もう大食いね、大食いの方行ってみてほしいですね。一人で20個食い見たいですね。まあ、普通の人はね一人で1個頼んで何人かで分ける感じになると思います。で食べたことないんですけど、この塩だれのかかったね唐揚げの丼がね、丼があるんだよね。食べてみたいですよね。まあ、私はこっちの卵とちの方がね食べてみたいんで、うん、まあ、いつかはこう丼ぶりものをチャレンジしたいです。で今回私しらすのメインになる1000円チャレンジのためのね、この一品料理の数々です。お酒とおつまみで1000円以内に抑えようっていうね。でこういうね、唐揚げ3個とハイボール1杯がつくよっていうセットもあるんですけども、残念ながらしらすさん、ハイボールが飲めないので、そうなんですよね。全部単品で頼んで1000円以内にしようでっていう感じの、ね、結構きついんですよね、なんで。縛りです。勝手に縛りが入ってます。なんでね、まあ、しらすさんね、朝日スーパードライを狙ってくるわけなんですけど、まあ、単品で頼んできましょうってことで、まずこの期間限定生姜の味の唐揚げ、うん、まずこれを1個頼みます。期間限定なんでね、やっぱ食べとかないとね。期間限定のものはね1個食べときたいですからね。で前からずっと食べたかったこの手羽から手羽先の唐揚げ、いろんなとこ行くために言いますからね、手羽先食べたいって言うんで、でこの山盛りの軟骨一皿、これは意外とだったんですけどね、ルカは。で朝日スーパードライでドライブね、まあ、あともう選択肢がないからね。そうですね、もうハイボールかレモンチューハイとかね、そういうのがあればねよかったんで、サワーも何もなく、もうこのハイボールかビールなんで、でこれがもうおつまみにしてもいいって感じで、塩辛が食べ放題で売ってあります。フリー塩辛珍しいよね、フリー塩辛って、ね、お漬物だったらわかるんですけど、塩辛ってのがまた謎なんですよ、うん、なんで塩辛 でこちらがねたくあんです。たくあんになるんです。これねカツヤのねたくあんになります。同じ系列なんで、ね、同じですね。でここは塩辛がプラスアルファあるという。でこちらね朝日スーパードライがやってまいりました。やってまいりました、うん、一緒に来たんですよね、唐揚げと一緒に。ねこの美しい泡との黄金比が素晴らしいですね。朝日ビール。でこちらが手羽先と生姜、期間限定の生姜唐揚げ一つずつですね、うん、あー早く食べたい。こう見ると小さく見える、結構ね大きさあったよね。結構大きいボリュームはいっぱいなんですよ、うん、でこの山盛りなのが軟骨の唐揚げです。山盛りっていうとポテトっぽいけどね山盛り軟骨で、こちらがルルカさんが頼んだ期間限定の生姜焼きのね、生姜唐揚げの生姜盛りですね。でこちらご飯が大盛りになっております。大盛りは無料です。はい、日本昔話並みのね大盛りになっておりますけれど、ものすごい大盛りですね。でお味噌汁がねちょっと変わってるんですよね。さあ変わったお味噌汁になってるんですけれど、具がお味噌汁にとろろ昆布、おぼろ昆布が入ってるんですよ。こんな感じですね、とろろが入ってるんですけれど、まあ、結構美味しいですよね。これ美味しいんですよ。あ、嫌いな人はちょっと辛いかもしれない、ね、あまあまあまあ。でこっち軟骨になっております。スナック感覚でねカリカリサクサクしてて、うん、すごい美味しかった。これかもねちょっともらったんですけどね、ほんとスナック感覚でした。食べてる時いい音してたよね、いいカリカリサクサクの、うん、いい音がしていた。でしかもやっぱお酒に合うね、やっぱ ね軟骨はね、やっぱ軟骨はね。で備え付けのマヨネーズがあるもんで、当然使いますよねマヨネーズ。美味しかったです、うん、追加の味付けね、味変化大事ですね。味変ですね。でこちらが期間の今のとこ出てきますけど生姜の唐揚げ、うん、まあ、見た目は普通の唐揚げなんだけどね、普通の唐揚げなんですけどね。でこっち手羽先ですね、手羽からです。でじゃあ手羽からから行ってみたいと思いますって感じで、手羽からさ先に行ったんですけど、これもねカラッと揚がってましたね。一応正直持つのにちょっと熱かったです。あ、揚げたてですからね、やっぱね、うん、これはねルカさん味見してないんでね、1個しかないからしょうがない、うん、でこちらルカさんからねもらった期間限定のね生姜焼きのね、生姜のかかった 甘じょっぱいタレのついた唐揚げと、そうそう、あとそこにねひたひたになったもやしとキャベツのちょっと分けてもらって、そこのね下下のね野菜も美味しいしね、この唐揚げ自体もねこのタレが生姜焼きかける生姜唐揚げかな、うん、ってことでダブルの生姜でねうまいですよね。生姜ほんと効いてたよね、生のすりおろした生姜がかかってるんですけど、うん、じゃあいよいよ
これはね、普通の生姜唐揚げですね、はい、生姜風味の唐揚げです。いよいよ来ます。でもね、この時点でね、ちょっとね、もう飲み進めちゃってたんですよ。ぐいぐいいっちゃって、うん、名残惜しいんですけども、こんだけしか残ってないんで、まあ、ちびちび行くしかないんですけど、一杯しかね、飲めないんでね、飲めないんでね。白洲さんの憧れるセンベロはね、本当はベロってする感じでね、最低でも2杯はやっぱ飲みたいんですけど、ね、だけどやっぱちょっとビールだときついよ ね、 いね、スーパードライだとね。あので、あの追加でお野菜をちょっとまたもらいました。しない野菜、ね、美味しかったんで、しなっとした甘じょっぱい野菜。でもビールも残りも本当わずか、わずか、命あとちょっとですね。ちびちびやってるんですけどね、やっぱ減ってやば、ハイボール飲めるようになりたいな。うん、あ、飲み終わっちゃいました。はい、はい、まあいつかはなくなる、しょうがない。そうですね、まあ、なんかじっくり撮ってますけどねじっくり入ってないさ、入ってない空っぽのビール瓶、ビール瓶やビールジョッキか、うん、もうこれでもかと舐めますように撮ってるっていうね、うん、でお茶をねもらう感じでね、あったかいお茶、あのテーブルには冷たいお茶しかなかったんで、あったかいお茶をもらって、これがうとね別途もらいますんでね、はい、でこれがね正真正銘最後の軟骨、最後の一つです。で残り物に服があったからのかなんなのか、ここがね一番ねお肉がいっぱいついてました。当たりの軟骨だったんですね。当たり軟骨だったんですよ。こんな感じです、中は。あのたまに肉ついてるのはあると思うんですけど、軟骨に、うん、まさかねここまでいっぱいついてるのはっていうぐらいねいっぱいついてて、これがねなんか野源軟骨って言うんだってね。そう、野源軟骨。ルカさんは知らなかったんですけどね、白洲さんはねなんか知ってて、まあ由来もちゃんとこの言ったんですけどね。うん、まあ、ちょっとここの動画で説明は難しそうなんでね、まあそんな感じで今回美味しくいただきました。でお茶を飲んでね、締めのお茶を飲んでごちそうさまでした。はい、こっからはねお家に帰ってきてからのまとめのね、やつ、そうですね、総評になります。で今回はね白洲さんの1000円以内に収めて満足いくぐらい飲めるがチャレンジっていうのをね、今回は裏計画というかね、まあ、メインなのかな、むしろそっちがメインで、でプラスあのルルカさん の、 あの季節のメニューをちょっと紹介しようって感じ で、 で、ね、これね、生姜焼き唐揚げ、生姜焼き唐揚げ定食か、うん、これが期間限定で21位かな、11月21日まで、でもうあとちょっとで終わっちゃうんですね。だからで、ちなみに次やるのが焦がし味噌唐揚げみたいなやつで、うん、それもそれでまた美味しそうなんでね、うん、いつかご紹介したい。期間限定は結構美味しいからね、うん、唐山さんは夏の期間限定は死にかけたよ。 あ、まあ、あれは死にかけましたね。あれはね辛いやつだったんですけどね、死にかけましたからね。チャラさんの食べたのがね、まあ、スーパードライの生とまあ生姜唐揚げと手羽先軟骨で、まあ大体1000円ぐらいでね、ですね、収まったので、まあ、と消費税込みの値段なんで、うん、1000円とちょっとって感じで、まあ1000円プラス消費税には収まったかなっていう感じでね、っていう感じですね。まあただね、まあ、いつかはねやりたい1000ベロでもね、ベロ合えないんで ね、 そうだね、スーパードライ1杯しか飲めないんで、まあ、そこはね今後のねチャレンジ次第かなと思うんですけど ね、 ね、まあそんなのと、まあ、プラスアルファね、唐山行くと毎回100円引きもらえます。あの勝谷と同じ系列なんで、まあ割引も同じシステムで、やっぱ同じように500円以上の商品に関して100円引き使うことができるので、まあまあ定期的に行く方はね毎回定食100円引きで食べれるんで、かなりねお得なんじゃないかなと思います。自分が今回食べたね生姜焼きに対しても実際今回なかったんですけど、券があればね645円で食べれたので、かなりねお買い得だったんじゃないかなと思いますね。あんなにいっぱい唐揚げてんこ盛りで乗ってて、うん、唐揚げメインの料理ね、でご飯大盛り無料だしね、だしね、うん、これは結構お得だと思いますよ、うん、でまあ食べる食べないは別としてね、塩辛もついてるし ね、フリー塩辛って謎のものもねあるし、フリータクアンタクアンもついてますんでかなりのお得具合はあると思います。だったりとかね、ハイボール飲める方だったらね、のハイカラセットみたいのでね、お得にちょっとベロ、ね、ベロまだいかないけどね、ほろ酔いでして、あのハイカラセットも500円超えてたんで、うん、使おうと思えばこの100円チケット使えますね。あーだーね、多分、うん、そうなのかな。あ、そうするとかなりお得だね。かなりお得ですね、100円引きでなるん で、 でそこからまたさらにビール1杯と単品なんかやすちょっと頼んで寝たりとかすると思うんですよ、うん、なんでそういう飲み方もできると思います、うん、ハイボールが苦手な方じゃなければ、まあ、そんな感じでね、いろんな食べ方があると思うんですけど、今回は唐揚げ専門店唐山でご飯食べてきました。非常にねいいお店でした。美味しかったです。皆さんもねお近くにあったらねぜひ行ってください。そんな感じで今回はこの辺で終わろうと思います。よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。お願いします。今回も動画の最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。